ローマ略奪とは455年6月2日にバンダルのガイセリックが西ローマ帝国のローマに侵攻し略奪を行った事件である。古代ローマで4度発生した異民族による略奪行為のうち3度目の略奪である。この略奪によりユピテル神殿の屋根に吹かれた銅の装飾などが剥がされたほか神殿本体も火をつけられるなど 文化的に重要な施設にも被害が出た。西ローマ皇帝、ペトロニウス・マクシムスは、逃亡を図り、暴徒化した民衆によって暗殺された。またバンダルによって引き起こされたこの略奪は、破壊行為や野蛮な行いを意味する、バンダリズムという言葉の語源となっている。440年代、バンダル王であったガイセリックと、西ローマ皇帝ウアレンティニアヌス3世は、 両国の同盟を強化するために、互いの子女であるフネリックとミコが、王女エウドキアの間に婚約を結び、442年には平和条約を締結した。455年に、ウアレンティニアヌス三世が暗殺されると、ペトロニウス・マクシムスが、西ローマ皇帝位に就いた。マクシムス帝は、ウアレンティニアヌス三世の未亡人たるリキニア、エウドクシアと結婚し、息子のパラディウスに、 フネリックと婚約を結んでいた王女、エウドキアをめとらせた。夫の暗殺後、マクシムステイに略奪されたエウドクシアはバンダルに、助けを求めて、マクシムステイを皇帝くらいから下ろそうとした。ガイセリックはエウドクシアによる救援要請と、フネリックとエウドキアの婚約破棄を平和協定の破棄と、みなし、これを口実に、ローマへ出港し、テベレガは川口のオスティアアンティカに上陸した。 バンダル族のローマ略奪、ガイセリックがローマへ出港したとの一方が、ローマ市内に広まると、市内はパニックに陥り、住民の多くが逃亡した。マクシムス帝はこの事態に、無意無策であったが、バンダルを防御できないと悟ると、いなや逃亡を試み、5月31日、暴徒化した群衆によって、息子のパラディウスと共に殺害されたと考えられる。バンダルは町に近づく前に、 町の水道橋をすべて倒した。それに対し教皇レオ一世は古代都市を破壊したり住民を殺害したりしないように要求した。これをガイセリックが同意したためローマの城門が解放された。しかし入城したガイセリック軍は教皇との約束は履行しなかった。2週間にわたって都市は略奪され、こういう私有を問わずローマに存在する。 あらゆる財宝が没収され、膨大な量の金銀財貨が持ち去られた。この略奪によりカンピドリオの丘にあったユピテル神殿は屋根に吹かれた銅の装飾などが剥がされたほか、神殿本体も火をかけられるなど、文化的に重要な施設にも被害が出た。皇后エウドクシアと娘エウドキアとプラキリア、そして船大工や水道、浴場の設計士など多くの職人がカルタゴに、 連れ去られた。高貴な人物が数多く、人質とされ身代金徴州の具にされたほか、多数の住民が奴隷として連行され、売り払われた。王女、エウドキアは、当初の婚約通り、456年にバンダル王子フネリックと結婚した。殺人と暴力がほとんどなかったことに加え、バンダルが都市の建物を燃やさなかったという点で、比較的、 クリーンに略奪が行われたという評価がある。この解釈は、教皇レオ一世が暴力を控えるように、ガイセリックを説得したことが成功したとの主張に、起因する。しかし、カルタゴの聖職者であったウィトのウィクトルは、奴隷として売ることを目的に、ローマから、たくさんの船員が到着したと記録している。同様に、ビザンツ帝国の歴史家プロコピオスは、 教会が消失したと報告している。現代の歴史家であるジョン・ヘンリー・ハーレンは、寺院、公共建造物、民家、そして皇帝の宮殿でさえ略奪されたと述べた。ありがとうございます。